夜も配信できてなかったから、今日土曜日なんですけど、ようやく時間ができたので、そう今配信したいなと思って。こんにちは。え、弟くんじゃないよ、リアラ。福は内、福は内、今日節分ですよ。福、私のこと入れ込んどいてください。すごいナッツが落ちてる、ありがとう。ハートありがとう、ナッツありがとう、フェニックスさん、メグちゃんありがとう。泣いてるわ。リッタ大丈夫、今日節分ですよ。あれしますか、なんだっけ、豆まきしますか。しないとな。じゃあ今日はおしましの日っていうことで、服なんですよ私。だから入れといてください。恵方巻きはまだ食べてない。恵方巻き食べまくってるんですか。恵方巻き食べたの、何の恵方巻き食べますか、みんな。いつも何の恵方巻き食べる。私は王道のなんか王道のやつ。え、キンパいいな。あみたんなんか作ってんの。あ、海鮮もいいですね。いいな。こんにちは。そう、豆まきをしないとね。ロールケーキすごい、え、めっちゃいい。え、ロールケーキをさ、こうやって食べてみたいね。夢ある。ネギトロいいな、美味しそう。え、キュウリ抜くの、美味しいのに。鳥さん作ってんの、かわいいな。ふみちゃんが豆まきしてる様子見たい。え、ちょっと今日豆買ってきますね。もしじゃあできたらルームスアップする。11出なくて泣いてます、私も泣いてます。 7? 次2月の7は出演するんですけど、11日が、公演メンバーじゃなくて PN ですね。こんばんは。駅でまた見かけたら買う。恵方巻きね、そう、恵方巻きね。私鬼側。一回は鬼側させられる。一回は鬼させられます。豆まきの YouTube 面白いかな。新しい、確かにね。え、この画角じわります。え、じわる。にしても途中で投げ返しますよ、もちろん。キャッチして投げ返します。あ、ありがとう。そう、まあ今日は節分っていうことですね。で、昨日は公演だったんですよ。見た人、昨日公演見てくれた人。はい、ありがとう。ハートたつに、そう、昨日は公演で、そして昨日高校生最後のテストが終わったんですよ。もうで、今日ね、存分に寝れて、けど一回10時で目覚めちゃったんですけど、もう寝、もっと寝なきゃと思って12時ぐらいまでは寝れました。はい、わかんない、再試験はわかんない、まだ昨日終わったばっかだから帰ってきてないんですよ、結果。そう、なんか今週は結構ね頑張りました。頑張ったっていうか、頑張っ
別に頑張らなくても頑張らないといけない期間だったんで、あのはいめっちゃ頑張ったっていうよりはまあ頑張らないといかない期間だったんで頑張りました。そう、月曜日に今週先週かも先週けど今週になるのか、月曜日に公演があって、で火曜日からテストだったんですよ私。で月曜公演出て、でその夜からって言ってもあれなんですけど、もうやばいやばいやばいってなって、明日テストなのに全然午前中もね公演だからできてなかったと思ってブワーってやって、もうほぼ一夜漬けの状態、もう一夜、私大体テスト一夜漬けなんですよの方が一番記憶に残るし、まあダメなんですけど、もうそれは許してくださいそんな長期記憶はできません私の脳みそ、短期間でもうバッと覚えてすぐ忘れるっていう、それが一番効率いいです。だってもう覚えること山のようにあるんだもん。だからその、まあ、公演終わって家帰った、でもう気づいたらもう日付なんか越してるんですよ。ではもう今日だみたいな、あと何時間後にテストなのにマジで全然できてないと思って、もう必死にやって、で火曜日のテストが日本史と国語とかだった気がする、日本史と国語どっちも覚える系だったんで、もうバカみたいにブワーってもうとりあえず頭に詰め込もうと思って詰め込んで、で行ったんですね学校行って、で火曜でしょ、水曜受けて木曜受けて、で金曜が昨日だったんですけど、金曜の最終日が、昨日のテストが私的に一番やばいてか、もう嫌いな教科苦手な教科のパラダイスで、世界史と英語だったんですけど、もう世界史が、英語ももちろん苦手、英語はもう苦手なんですけど、世界史の範囲がもう本当に広くて、そんなに頭入んないよっていうぐらい広かったんです。でももう木曜日の夜にもう挫折して、もうやばいみたいな、何も頭入ってこないみたいな、あの今こんだけやってるけどまだあとこんだけもあんのみたいな、こんだけの知識もう入んないよ頭にと思いながら、もうあのブワーってとりあえず教科書読んでとりあえず覚えてみたいなことをして、でまあそのままもう学校行ってでテストもなんとか終わって、でそのままもう一回けど家に帰りたかったんですよ公演始まる前に。だから30分しか家に入れないと思ったけど、もう帰りたかったから一回家帰って、15分だけもう寝たかったから寝て、そのまま公演行ったんですね。でああやばいと思って、今日めっちゃなんかあの睡魔来るかなと思ったんですけど、なんか変、もう一周回って目がもう冴えすぎてて、あの公演とかもうねいつもハイテンションなんですけど、本当にそれ以上にハイテンションでした。オールの顔ですよの割にはあれじゃない、結構ねやつれてなかったですよね昨日昨日の顔全然やつれてなかったでしょ。そう多分22時間は起きてたと思う昨日、けど全然もうね体がいつも以上になんかめっちゃ動くなって昨日も思ったんですよ。いつも以上に体が軽やかに動きました、なんかわかんないけど。そうで昨日あーって で公演終わって、テストも公演が終わったら、あテストも終わってるんだ自分と思ったら、もう急にハッピーになって、そうテストも終わったっていうことでね、で帰っていっぱい寝ました。そうめっちゃ犬が鳴いてるわこんにちは。アーカイブ見直すね、見てください、めちゃめちゃあの何
その朝眠すぎてやばかった人には思えないぐらいのテンションでやってますんで、はいこんにちは。そんな今週でした。今週はそんな今週でした。はい、リッタン泣かないで昨日は全員でツインテールにしました、ね、いろんなツインがあったんですけどみんな可愛かった。あ、そう、久しぶりにオオカミとプライドだったんですよ。若いから何でもできる、うん、確かに。けど私意外とショートスリーパーなんですよね。あの途中眠くなってうとうとはすることあるんですけど、けど意外とね大丈夫な人。そう、リッタンに会いたいね。リッタン今日散髪してきたんですよ。可愛くなってました。うん、ありがとう、スタンプありがとう、ね、いや充実した1週間でしたね。もうけどこのテストとんこの生活っていうかさ、何ですか、このテスト期間、期末とか中間とかこういうのと被るのっていうか、それを一緒に同時並行していくのが多分今回で最後だったんで、ああよく乗り切ったなって思いましたねだけど今回は別にあれだったんですよ。私が結構そのテストの1週間前とか2週間前から勉強全然してなかったから、私が勝手に大変にしただけなんですよ。あの前日になんかもう前日にやっちゃえっていう精神でちょっと過ごしちゃったんで、1、2週間前がだから今回は自分で大変にしたんですけど、そうけどね、3年間毎度の旅、いや2週間前から勉強するときはしますよそうけど、コンサートのリハ期間とテストが被ってたときはもうね、もうしんどかった、ハードでしんどかったです。そう、それに比べたらもう全部がマシすぎて大丈夫だったね。そう、テストとライブが毎回かぶるんですよね。なんか夏コン、そう去年、もう全然覚えてないな、赤白の夏コンあったじゃないですか、赤組白組でやった夏コン、あれはテストとかぶってて、でなんか周年が毎度被るんですかね。なんか時期が一緒なんですよ。でっかいコンサートと私のあのテストの時期が毎度一緒なんですよ。そうそう、被りますよね。けど被ってる時は大変だけど、それが全部終わった時にはなんかもうあと何も残ってないかな。ちょっとね、終わった後は本当にパラダイスです、うん、いつも同じ仲間。何がですか、こんにちは。はい、けど大変、そのやってる時はあ大変って思うけど、なんか
どっちもの、どっちものっていうか、どっちもの達成感が最後味わえるからまあよかったなって思う。そう、もう高校生じゃないですよ、もう終わりますね。そうだってさ、みんなテストが終わった達成感とライブが、あのライブでね、そのリハーサル期間は大変だった、しんどいと思っても、その最後さ、ライブをやった景色ってすごい、やっぱすごいんですよ、綺麗だし、それの達成感ダブルで味わえたってことですから、凄まじいですよ本当に。次の日も一日寝れるぐらい、そんな感じですよ。だからそのダブルは本当に嬉しいです。それがの達成感が本当に嬉しいで。うん。まだ学校はありますよ。そう。いやもう3月とかでも卒業ですよね。早いですね、めっちゃ早い。なんかもう正直私はこの NMB に入った時が高校1年生のもうまあ中盤ぐらいだったんですけど、私はもう高1で NMB48 に加入したって思ってるから、もう約3年って勝手に思い込んじゃってるんですよ。まあ、ちょっと期間としたら年だ、高1の年明けからだからあれなんですけど、高1高2高3って、あ、もう自分が高1から入ったのに次もう高校生じゃなくなるんだっていう、ね、でそれで言ったら昨日なんかミヒナとちょっと話してたんですけど、ミヒナも中1からあの NMB に加入してたんですけど、もうミヒナも中3でしょ。すごいですよね。卒業しないでって留年しろってことですか？だからそう思ったらすごくない？なんかだから感覚的にはさ、みんなさ初めて会った時の年齢のまんまなんですよ。私は結構そうなんですよ。だからミヒナリサとかサクちゃんとかも中学生って感じだったの、中1って感じ。さくちゃんに関しては中1でもなかったよね。うん、なんかそう子だったのに、え、次高校生なのみたいな、早って勝手になるんですよ。気づいたら自分もさ高校生終わるじゃんみたいな。そうだよ、リサヒが次高校生です。考えられない、早すぎない？ね、早いですよね。そんな感じで早いなと思いますね。そんな感じで早いなと思います。はい、ね、うん、けど自分も今年で19になる年なんですよ。早くないですか？めっちゃ泣いてる。何？りったん共鳴します。泣き止んだ、泣き止みました。めっちゃ服ありがとう。リッター呼んできたいけどさ、ちょっと遠いんですよ場所が。これ何分開けちゃいけないんですか、時間。それによって30秒あれば戻ってこれる気がする。あ、これ
無人配信になったらダメってことですよね。だからスタスタの距離じゃではないんですよ。3分、3分間ここだけ映してれば大丈夫。なんか声をさ喋りながら撮りに行ったとして、撮りに行ったっていうかリッターを迎えに行ったとしても声多分聞こえないような気もするんですよね。なんかじゃあなんかないかな。代わりになんか置いていかないとさ、咳取りも一緒で誰もいないのかなと思っちゃうじゃん。咳なんか取る時とかもあのどっかあここフードコートだけで咳取る時もハンカチとか置いてったりするじゃないですか。多分そういう形式でなんか置いていかないといけないんですけど、そのなんかがないですよね。なんもないですわ。なんだろう、なんかキャラクターものあんまり映さない方がいいとか聞いたこともありますんで、分かりました。使いかけのハトムギを映して私は退出しますね。すぐ取ってくるんで待っててください。バイバイ。あ、ちょっと待って、映ってないよね。おい、あ、まだ取りに行ってないんですけど、これ唯一私の部屋にある自分のグッズです。なんなんこれ、あ、こっちだったらつく。はい、これだったらいることになるでしょ。じゃあ取ってきますね、リッタン。リッピー、よっこいしょ。じゃーん、お待たせしました。あ、めっちゃ早いですよね。意外とすぐ撮ってこれました。近くにいた。どこまで、ここ行けるか。ほら可愛くないですか。散髪したんだよね、リッタン。え、なんかもうちょっと見せたい。うん、やばい。エル、こんにちは。こんにちは、ってリッタン。リッタン、こんにちはは。リッタン、顔見せてよ。うん。散歩中したんだよな。トリミング行ってきたんです、今日。ほら、新ビジュアルですよ。やばい、リッタン超かわいいよ。ね、かわいいでしょ。唯一かわいいって言われて、なんかさ、人間とか自分がかわいいって言われて、全然そんなことないですとかさ、全然全然ってなっちゃうけどさ、リッタンかわいいって言われたらさ、でしょって言っちゃう。それ言っちゃいますよね。やばい、部屋が汚いのがバレちゃう。一回片付けたんですけどね、最近また散らかってます。これは全部テスト期間のせいだからいいや。え、映ってる？きり映ってないよね。いや、いいな、顔見せてよ。トリミング行ったんですよ。うん、そうですよね。一旦は7月23日生まれですよね。はい、モフモフなんですよ、めっちゃ可愛いの。なあ、さっき泣いてた、リッタン。リッタン泣いてた、さっき。
もうね手めっちゃ舐めてくるんですよ。何もついてないんですけど今。ヘイタンさっき泣いてたの？いいいいしてたくない？泣いてたでしょう。ねえ泣いてたでしょう。もう赤ちゃんじゃないんだよリッタね。かわいい。ねえよし明日降りたいの？緊張してる。うん、右手おいしいの？いやとにかく甘えん坊なんですよね。めっちゃ甘えん坊。はーいそんな感じで今日はちょっとゆったり土曜日を過ごさせていただいてます。ありがとうございますはい、じゃあまた次また直接あるのは7日何曜日ですか？5が月曜日だから水曜日に会いましょう。 YouTube のチャンネル登録したよ。ありがとうありがとう。また YouTube もちょっと最近更新できてなかったんですけどまたしますんで、していきますんでちょっとお待ちください、はい、なんかね素材は2個あるんですよ。2個撮ったものなんか編集してたら面白くなくなっちゃってこれ面白いのかなとか思ったらなんか取りに行ったというかなんか一人で喋ってるのを自分で見たところで自分は面白いって思えなくてってなったらもうカットだらけでもうカットばっかしちゃうんですよ。そしたらもうそれこんな15分ぐらいあったのがもう3分ぐらいになっちゃってそういうのなんですよ。だけど頑張りますんで待っててください。これ嫌なの？リッタンこれこのバンダナ嫌なの？おバンダナ嫌なの？じゃあリッタン最後ランキング読むよ。なになになに最後ランキング読むよ。ここかいきます。13位キャノンブルさんありがとう。12位アンさんありがとう。11位マーさんありがとう。マーちゃん。10位ジョーさんありがとう。9位リサちゃんありがとう。8位ヤッコさんありがとう。7位フェニックスさんありがとう。で6位タクボンありがとう。5位ひさまるありがとう。4位ピコマルありがとう。3位タツニーさんありがとう。2位テッシーさんありがとう。そして1位はチューポンです。ありがとうありがとうございました。バイバイ。これずっと1個疑問に思ってたんですけどなんで13位からなんでしょうね。13位って奇数なのに私偶数が大好きだからそしたら14まで14からにすればいいのにって思っちゃうんですよね。なんで奇数なの？ 13 ってあんまり馴染みがない数字だなっていつも思うんですけどなんでだろうね。ショールームの七不思議あー一番上の壇上が13。あなるほどね。この壇に乗るのが定員が13人だからか。なるほど。だからそういうことか。だから13位まで読ませていただくのか。なるほどね。そういうことか。このここのさこの下の段に乗るのが13人までしか乗らないんだね。へえ。じゃあけど皆さんありがとうございました。じゃあねーって良い節分をお過ごしください。バイバーイ。
わあ賢い。1位だとセンターが真ん中に来ない。なるほどね。1位だとじゃないわ、奇数だとセンターが真ん中に来ない。なるほどね、了解。じゃあねバイバイって言って全然切らないやつはい。あのね、この後部屋の片付けが待ってると思ったらなかなかやりたくないんですよね。この間片付けたはずなのにすぐ切らなくなっちゃう。なんでですかね。まあ今やらないといけないことは部屋の片付けと、あと1個レポートがあるのと、それぐらいかな。あとはあ、ルームスモバメ更新したいですね。あとはそう、私アマゾン来ないんですよ。来ないのになんか片付け汚くなっちゃうんですよね。アマゾンのさ届くんだったらいいじゃないですか。高校生です。まもなく終わりかけの高校生です。まだ高校生とは名乗れますけど、私自己紹介もずっと高校何年生のって言った、高校4年生のって。やだ何もなくなるの。はい、ありがとうございます。19歳、大阪出身19歳、あみこと福波です。あ無理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 、高校生ってつけたいね。なんとなく高校4年生のあみこと福波です、つけたい。ダメなのかな、どうも。なんか寂しく感じますよね。今までさ何々のこ なんとか何年生何歳のって言ってたから。じゃあまあ終わります唐突バイバイ。リッタンの集中力が切れてきました、さよならじゃあ良い週末を、よいしょ、バイバーイ。